はい、本日は高橋和美投手、こちらは1973年南海ホークスとの日本シリーズでのピッチングの様子でございます。対戦バッターは門田博光選手、背番号27。まだね、なんかちょっと細身のね感じがいたしますね。この対戦もなかなか見ものではございます。しかしね、まあこの続きはまた後ほどということで、高橋和美投手は広島出身で、高校は北川工業高校。まあね、高校時代は甲子園に出場することはできなかったわけなんですが、北川工業高校2年後輩はこちらの西武でコーチや監督、まあね、ジャイアンツでもコーチをされました井原春樹さんが後輩に当たるわけでございます。高校卒業後は巨人へ入団、そしてね、1年目のね4月15日にね阪神戦でね、早くもねデビューをするわけですがね、翌5月のね11日の広島戦ではね2者連続ホームランをね打たれね、2軍降格になるわけで、当時こちらの兼任コーチだった藤田元志さんからね、右打者の外角にシュートを投げてみろというアドバイスのもと、まあいろいろ工夫してね、落ちるシュートを習得したわけだ。いわゆるスクリューボールを習得し、2年目の66年から1軍へ定着するわけでございます。3年目の67年から背番号も21番になりまして、5年目の1969年は45試合に登板、22勝5敗、防御率 2.21 の成績で最多勝、そして沢村賞を受賞するわけでございます。そして、ね、この年から5年連続2桁勝利を、ね、マークするわけでございます。そしてこちら7年目、1971年のこちら阪急ブレーブスとの日本シリーズの様子でございます。バックは大江野が、ね、守っているわけでございます。この年は41試合に登板、14勝7敗、 2.94 の成績を残されているわけでございます。この、ね、映像というか、ね、この角度から の中継というのもなかなか懐かしいわけですけれども、よくよく、ね、見ますと、やはり、ね、ピッチングフォームというのはちょっと、ね、変わっているというか、変則のサウスポーじゃないですか。これね、バッターからしたらなんかね、打ちにくい、タイミングがね、取りにくいね、独特のフォームですよね。右バッターこれでね、外角へスクリューボールがね、押していくわけですから、なかなかやっぱりね、打ちにくいですよね。ここはサードゴロ、長嶋さんから王さんへ渡るわけでございますね。迎えるバッターは阪急ブレーブス、加藤秀志選手でございます。加藤選手もね、なんかまだ若い時代で、ちょっとね、このユニフォームの雰囲気というのがなかなか懐かしい、そんなね、感じの時ですよね。この当時はストレートも速いわけで、それで、ね、スクリュー、そして、ね、フォークと来るわけですからね。そして冒頭の続きの、ね、南海ホークスとの日本シリーズ、当時こちらは加藤選手の後、4番キャッチャー兼任監督の野村克也さんが、ね、映っておりましたね。この年の高橋和美投手、45試合に登板、23勝13敗、 2.21、 238奪三振で、この年も沢村賞を、ね、受賞されているわけでございます。この角度から後楽園球場の日本ハムの、ね、広告というのが目に入りますが、まあ、当時はですね、後に日本ハムへ、ね、行くとはね、多分思っていらっしゃらなかったと思いますよね。ここはね、ランナーが一塁にいるわけでね、門田選手につながれ、そしてね、4番野村選手にね、回したくない、そんなところですけど、お、やっぱりね、この4番野村の影というのがね、ちらつきますよね。ちなみにこの年の門田選手は3割1分で18本塁、お、ここはファーストゴロでゲッツになるわけです。そしてね、4番野村克也選手は3割9厘28本塁だったわけですが、そこにね、つながず、ここピンチをね、切り抜けて1回を無難な立ち上がりということですね。そしてね、ここちょっとおまけ映像になるわけですがね、南海ホークスの先発は江本武則投手、そしてね、受けるキャッチャーももちろんこちら野村克也捕手でございます。ちなみにこの年の江本投手、12勝14敗、 2.74 の成績を残されております。そして翌年 V10 のね、夢が成し得なかった74年は2勝11敗と大きく負け越し、そして翌年75年は最下位に終わったシーズンですが、6勝と、まあ、この頃からですね、まあ、トレード要因に、ね、なっているわけなんですよ。ロッテ三井正治投手の交換ね、4位になったりしたわけなんですが、まあ、そこはねちょっとうまくいかなかったわけですが、詳しくはね、三井正治投手の動画を見ていただければと思うわけで、最終的にはこちらのね、張本勲選手と1対2の交換トロで、こちらのね、富田正治選手と共に日本ハムへ移籍するわけでございます。移籍1年目こそ10勝マークするも、翌年は6勝、そしてですね、腰痛の影響でプロ14年目2勝、15年目は3勝とね、もうね、高橋和美投手も、ね、終わりかという感じだったわけで、まあ、当時はこうやってね、郵送でね、契約書類がね、まあ、契約することをね、前提として送ってくるわけで、ね、もうね、ダメかと思ってたところにね、契約処理が送られてきた時には、高橋和美投手もね、驚いたみたいらしいんですよ。
先ほどのイラストのおじさんはねちょっと腰が痛そうな絵であったんですけどもね、高橋投手はですね朝起きてもね1時間もね歩けないというぐらいねすごいね様子だったわけなんですがね、プロ16年目、80年に、ね、見事復活いたしましてね9勝をマーク、そしてプロ17年目となる81年には26試合で14勝6敗、 2.94 とね5年ぶり7度目の2桁勝利をマークするわけでございます。そして巨人との日本シリーズ第1戦に先発、相手はジャイアンツ、江川卓投手。そのね江川卓投手から初回にこちらソレイタ選手がホームランで先制するわけでございます。そして4回には4番柏原もレフトスタンドへ一発。プロ17年目、ベテランの高橋和美投手は古巣ジャイアンツ相手にね熟練のね巧みなピッチングを見せるわけで、7回3分の1イニングスを投げまして1失点と好投するわけでございます。若い頃ジャイアンツ時代の映像と比べるとねコントロールがね格段にね良くなってる様子がうかがえますよね。しかし高橋和美投手からバトンを受けました守護神江夏豊、まずね平田選手に2点タイムリーで1点差、そしてね松本選手に同点タイムリーを打たれるわけなんですね。そして8回にはね2番手加藤はじめ投手から岡地選手がね勝ち越しのホームランを打つわけです。しかし土壇場大ベテラン松原誠選手代打で登場、見事同点ホームランを打つわけでございます。2点3点しましたこのゲーム。9回の裏、3番手の角投手がワンアウトながら1塁2塁のピンチ、ここで日本もベテランの代打井上選手を送りまして、こちらがねレフト線へ転がる、これが見事サヨナラタイムリーになるわけでございます。勝ちはつかなかったわけですが、17年目35歳のねベテランナイスピッチングでございます。そしてね翌82年は7勝、そして83年は6勝ということで、ついねプロ19年目、83年で引退されるわけでございます。よく巨人キラーなんてね言われるピッチャーいますが、高橋克実投手はねジャイアンツ時代通算で110勝を挙げてるわけなんですが、そのうちね阪神戦に34勝を挙げてるというねまさに阪神キラーだったわけで、69年はね負け知らずの7連勝、そしてね V9 を決めました73年は最後のゲームね完封勝利でございます。そしてね最後の年は最終登板の時までね2000奪三振までねあと5個と迫っていたわけなんですがね、その試合は3イニングス投げて2個の奪三振ということでね、惜しくもね2000奪三振にはねわずか3個届かなかったわけなんですね。高橋和美投手19年間で595試合167勝132敗12セーブ 3.18 の成績を残されております。胴上げ投手ね9回ねなってるわけなんですが、ね、こちらはなんと日本記録でございます。本日は巨人、日本ハムで活躍されましたサスポ高橋和美投手でした。最後までご視聴していただきありがとうございます。でー